1799年6月18日の海戦は、フランス革命戦争中に、1798年の地中海方面作戦に引き続いて、トゥーロン沖で起こった海戦である。ジャンバティスト・ペレー指揮下のフリーゲート船体が、シリアからトゥーロンに戻っていた時に、30隻からなる、ジョージ・エルフィンストーン指揮下のイギリス艦隊に出くわした。 この艦隊から3隻の戦列艦と2隻のフリーゲートが派遣され、その結果28時間に及ぶ戦闘が行われたのである。イギリス艦がフランス戦隊に追いついた時点で敵の圧倒的な力を見せつけられたフランスは降伏するより他になかった。1798年の地中海方面作戦の序盤にフランソワ・ポール・ブリュイ・デガリエ海軍中将を率いる。 トゥーロン戦隊は4万人の兵を乗せてエジプトに彼らを上陸させるべく急いでいた。将軍ナポレオン指揮下の陸軍の上陸はうまく進み、フランス陸軍はオスマン帝国とマムルーク相手に連勝を続けた。しかし、保冷ョ・ネルソン提督指揮下のイギリス海軍はフランス海軍をナイルの海戦で後方もなく消し去った。ナイルの海戦でこうむった。 大敗北でナポレオンが使える海軍の戦力は何隻かのフリゲートだけとなり、その多くにネルソンが釈放したフランス人水兵を獲得した。ネルソンはこれだけ多くの捕虜を養うのには乗り気ではなかった。ナポレオンは水兵を沿岸での任務、またはジーベックの召喚隊やナイルのが冷戦に編入した。一方でフリゲートは 陸軍に包囲された敵の砦を封鎖すること、沿岸の爆撃を指揮すること、物資の輸送などで役に立つことが分かった。さらに、海軍の18ポンド長距離砲は、陸軍の工場砲と同じ働きをするため、大砲と火薬を陸戦のために貸し出すことが可能だった。フランスの指揮官、ペレー少将エジプトシリア戦役でフランスは、作戦の比重を東に移動させた。特に、 アッコ包囲戦では、ナイルの海戦からかろうじて逃げ延びた3隻のフリゲートと2隻のブリックの指揮を取り、オスマン帝国とイギリスが海上封鎖をしているにもかかわらず、物資と兵器を陸軍に輸送していた。この船体は、オノレプル系が指揮を取るジュノン、レオンス・トゥルーレ艦長のクラジューズ、ジャンバティスト・バレ艦長のアルセスト、そしてフランソア・ティモテ・ランドリ海威のブリック、 サラミ犬とデメのブリック、アレルトアレルトだった。ヤッファに到着後、3隻のフリゲートは貨物を下ろした。さらに陸軍と弾薬を分担し、フリゲートの大砲に、おのの15発の弾丸を残した。ジュノンはさらに18ポンド砲のうち4門を下ろした。その後このフリゲート分隊は、アッコ後位戦完了のための封鎖を築いた。5月14日、 シドニー・スミス指揮下の2隻のイギリスの戦列艦と1隻のフリゲートがフランスのフリゲート3隻を追跡した。フランス艦は素早く身をかわして追跡を逃れた。どうしても避けられない状態でない限りヨーロッパへは向かわないように特別命令が降りていたが、ペレーは士官たちと協議して物資が乏しいためトゥーロンに戻ることが必要であるとし、 ランペルーザ島経由で水を補給してから戻ることにした。戦闘のジョン・マーカム艦長1799年6月17日、トゥーロンから60マイル離れた海域で、ペレーの分隊は30隻からなる、ジョージ・エルフィンストーン指揮下の艦隊を見つけた。この艦隊から、戦闘のジョン・マーカム艦長が葬式を取る、3隻の74門戦列艦と2隻のフリゲートからなる特殊部隊が派遣され、 フランス艦を追跡した。風が南西からのほんのわずかに吹いていただけであったため、この追跡は28時間も続いた。そのため、英仏領艦が交戦に踏み切ったのは翌日の夕刻になってからだった。イギリス艦から追跡中にフランス艦は北西へ向かい、その時にまとまりを失った。夜までにはジュノンとアルセストは互いに声を交わせる位置にいたが、 クラジューズは、機関、ジュノンから1マイル離れたところを植えて回しに、進んでいた。2隻のブリック、サラミーヌとアレルトは、それぞれジュノンから4マイルないし7マイル離れていた。キース卿、ジョージ・エルフィンストーン19時になって、トマストンプソンの74門艦、ベローナは、キャプテンと2隻のフリゲートにぴったりくっついており、ジュノンの4分の1マイルの海域まで来た。 ベローナが砲撃した時、ジュノンとアルセストは即座に旗を下ろした。一方で、戦闘はクラジューズに出くわし、相手への砲撃を始めた。ジュノンとアルセストの降伏を確認したベローナは、今度はクラジューズの攻撃に移り、戦闘に参加した。十四門艦に恐れをなしたクラジューズは降伏した。それからしばらく経って、 サラミーヌを追い抜いたエメラルドがサラミーヌの降伏を確認した。キャプテンも同様に23時30分にアレルトを降伏させた。ペレーは捕虜となったがほとんど時を置かずして交換され、艦を失ったことで1799年10月6日から11月25日までアントワーヌ・ジャンマリー・テブナール中将が議長を務める。 軍法会議に出廷した。法廷では、ペレーがトゥーロンに戻った理由が、シリア沖のオスマン帝国とイギリスの力がかっていたこと、フリゲートの一部が武装を縮小していたこと、そして食料や水が不足していたことなどの真っ当なものであることがわかり、その後サモン会は満場一致でペレーを無罪方面にした。ジュノーンは、イギリス海軍の軍艦、プリンセス・シャーロットとなった。 クラジューズも同様にイギリス海軍の艦となったが、ほどなくして監獄船となり、アルセストは浮き放題となった。アレルトはミノルカとして再収益し、サラミーヌもイギリス艦、サラミンとして地中海で収益して死略船2隻を打破した。1802年のアミアンの和約締結後、イギリス海軍はこの3隻を処分した。英語版には、 ジベックとあるが、おそらくゼベックイコールジベエのことと思われる。やはり英語版では、ヘビーシージピーシズとあり、これは包囲された地域などで臨時に使われる、緊急貨幣の意味があるが、ヘビーシージガンという言葉二重工場法の意味がある、こと、18ポンド長距離法と同じ働きをすると、いうという記述などから、ここでは、重法の一種とみなした。ありがとうございます。